よって案案は可決いたたたしししました昨日衆議院を通過した動物愛護法の改正案犬や猫の飼い主の情報を記録したマイクロチップの装着をブリーダーや販売店に義務づけることや生後56日に満たない犬や猫の販売を禁止することなどが柱となっています。 こんにちは。ちは都内のペットショップ。今年1月からペットショップ業界に先駆けて、生後56日を超えた子犬や子猫の販売を推奨し、販売する犬や猫すべてにマイクロチップを装着しています。これがマイクロチップですか。はい、これがマイクロチップになります。こんなちっちゃいんですね。そうなんです。マイクロチップは12ミリ。 米粒と比べるとこれくらいの大きさ犬や猫の首の皮膚の下に入れます読み取り専用のリーダーを当ててみると当てますと番号が表示されます15桁のあの番号は世界に一つだけの番号になりますのでお名前、ご住所、ご連絡先、あとはペットちゃんの種類や毛色あとペットちゃんにつけていただいたお名前までも登録されます 動物病院のマイクロチップの施術費用は5,000円から1万円程度またデータの登録料として1000円かかります今回の改正案ではすでに飼われている犬や猫への装着は努力義務としています飼い主はできればね傷をつけずにかわいそうなんで痛い思いはさせたくないかなと。 捨てる人もいるっていうんで、そういうの、花がじも入っていればね、誰が捨てたのかもわかるし、今回の法改正では、マイクロチップが迷子になった時に役立つだけでなく、ペットを安易に捨てないよう、抑止策になることも期待されています。 ままた動物虐待が深刻化化していることから罰則も強化されます殺傷に対しては5年以下の懲役または500万円以下の罰金虐待や息は1年以下の懲役に引き上げられました今回の法改正が動物の命を守るためにどれだけ実効性のあるものになるのか。 法案は来週にも成立する見通しです。